絶対持ってないといけないな。現場の代理人ルールはなってます。住宅塗装であれば技術者の免許がないと特殊な試験みたいな、確かに必要。こだわらなくても私はいいんじゃないか。皆さんこんにちは。普段ですね、外壁塗装と守り改修工事、リフォーム工事をやっております株式会社佐藤の佐藤と申します。よろしくお願いします。本日の質問はですね、塗装業者の免許を持っていれば、どの免許を持っている業者にお願いした方がいいですかという質問にですね、はい、塗装の免許としますと、私も持ってますけども、一級建築塗装技能士と、一級鋼鋸、鉄骨とか橋系の一級も私持ってまして、一通りは持ってるんですけども、例えばうちも公共工事やってるんですけども、公共工事の現場の代理人っていうのは一級建築塗装技能士とか一級施工管理技士とかですね、二級建築士とか、そんな資格は確かに必要。うちでも、かなりの、メンバーが持ってますけども、まあ、うち出店いろいろ店舗出してますけども、その中で必要なのは主任技術者といって、技術者の免許がないと、そこに店舗を置けませんよっていう、確かにルールはなってます。ただ一般の塗装する職人さんについては、じゃあ一級建築塗装技能士を持ってた方がいいか悪いかっていうところなんですけども、そこはあんまり関係ないかなというふうに思っております。免許を取る際にですね、もちろん引き付けの試験があったりだとか、図面を書いてここにこう塗ったりですとか、縦処理をしたりとかっていうところがあるんですけども、一般の住宅塗装であれば特殊な試験みたいなことをする技術っていうのは必要ないのかな。すごく道具が良くなってますんで、例えばローラーを使う際にもいろんなローラーがあってですね、しっかり肉付きがあるローラーですとか、正直その何十年もやってる人とかですね、いろいろいると思いますけども、免許がその判断基準では最近ないなというふうに思っております。まあ、もちろん持ってた方がいいと思うんですけども、取りたいっていうのは取った方がいいと思うんですけど、まあ、それがステータスにはもちろんなると思いますし、人から見たらやっぱり免許があるっていうのは大きいかと思うんですけども、そこだけに特化するっていうのもちょっと違うかなと。もちろんこの経歴の長い人ももちろんいいですし、まあ、だからといってその免許にこだわらなくても私はいいんじゃないかなというふうに思っております。ただですね、会社の免許としたらなんだ、それは建築許可証になります。なんでそこは絶対持ってないといけないなというところは正直ありますけども、うちも国土交通省の建築許可を持ってますけども、まあいろいろこう塗装の技術というところの免許というよりかは、安心の免許っていうのは最近は感じがしますかね。なのでもちろん持ってたらいいんですけど、やっぱりその人の人柄とかですね、そういうのがやっぱ基準じゃないかなって正直思います。もしよろしかったらですね、グッドボタンと、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。以上になります。住宅塗装のことなら株式会社佐藤へお待ちしております。